の雨になりまして、濡れないように気をつけてご覧ください。港区は感染予報だと言いまして、3月11日に聞こえました。今はですね、3月の10日、震災の1日前に近所の山に行ってできた曲です。ヨット方しか使ってません。山とか大地に祈りを捧げるような歌ですね。大地とつながる歌、ヨホエ歌。